IWC オールドインター打帽子ボーセリンダイヤル。今回ご紹介するのは IWC の1900年頃の手巻きヴィンテージウォッチ。打帽子式の時刻調整で古き良き時代を感じさせる希少なモデルです。文字盤はホワイトカラーのポーセリンダイヤル。全数字にブルースチールのブレゲハンドの組み合わせ。6時1にスモールセコンド。経年のクラックの入った味わい深い風貌です。ケースはラウンド型。裏蓋はスナップバックです。車外側ベルトを装着した現行品にはない雰囲気を楽しめるアンティークウォッチ。懐中時計から腕時計へ移行する時代に作られたこだわりのオールドインターです。インターナショナルウォッチ CO。 1868年にスイスで創業された IWC。 150年以上の歴史を持つ老舗時計メーカーとして知られています。デザインと技術において時計業界の最先端にありながら、永遠に残るものを追求し、数々の輝かしい成功を収めています。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。手巻き時計ですので、毎日リューズでゼンマイを巻き上げてご使用ください。巻き止まり以上に強く巻き上げるとゼンマイが切れることもありますので、できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズは右回し時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。4時1にあるボタンダボを押しながらリューズを回すと時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。サイズ、ラグ幅16mm、ケース径は 32mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 11mm、 風防を含むです。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。